倒しました。首使って。グレネードの
さん、感謝を。いいぞ、最高です。任せて、何か出てくる気配で狙いましょう。クリティカルです。最高です。弱くても今のチャンス。手応えありでグレネード、投擲。頑張ってるね、アスナ。ありがとうございます。チャンスです、チャンスなのです。いいじゃない。やりましたね。としての機能を完全には発揮できません。そうは言っても手がかりが全くないのよね。どうしたものかしら。きっとどこかのフィールドに落ちています。今から探しに行きましょう。とは言ってもね、どうする。アルゴさんならベースステーションの近くにいるはずよね。早速行きましょう。君のアファシスの情報か。かなり特殊なタイプだから値が張るよ。お友達価格でお願いします。
じゃあ3割増しだな。友達のために怠米を払う、いい話じゃないか。3割増しはともかくとして、始めたばっかのあんたにそんなお金の余裕はないわよね。いいわ、ここは先輩として私が出しておいてあげる。いいから、情報量が浮いた分少しでも装備を充実させなさいよね。あんたが強くなってくれないとパートナーとしても困るんだから。それに確かにあんたのアファシスの話ではあるけど、同時に私たちに必須の攻略情報だもの。というわけでアルゴお願い。毎度あり。それじゃあ取引と行こうか。価格はこんなものだ。あら、思ったより安いわね。さっきの値が張るようはどうしたの？クレハの思いやりに免じて負けておいたよ。っていうのは冗談で。正確な情報ならレア武器3個分くらいはもらうよ。けど残念ながら今は品薄でね。今回教えるのは裏が取れていないネタなのさ。オイラは基本的に自分で確認が取れた情報しか売らないけど、だいぶお困りのようだからな。お姉さんの推測でよければ安く売ってあげるよ。アファシスのパーツ集めに関するクエストは一部のプレイヤーにしか発生していないな。これは事実だよ。でもなんでなんだろうな。アファシスの機能は多彩だけど、突き詰めるとサポート AI だ。ここからは推測なんだが、もしかするとアファシスにはプレイヤーの成長をサポートする機能もあるのかもしれない。ザスカーが何を意図しているかはわからないけどな。そう考えると君たちが次に行くべき場所は絞られてくるはずだ。あそこじゃない？この前解放したばかりのオールドサウス。ああ、そこなら確か封印されているダンジョンがあるぞ。特別サービスだ。場所を教えよう。ついでに封印の解除に関する情報もつけておくよ。メール送っておくから後でちゃんと確認するんだな。ありがとうございます。マスター、すぐに行きましょう。準備はできてますよね？まずはキリトさんたちに報告よ。また強敵がいるだろうから準備は念入りにしないと。やったわね。また SBC フリューゲルに一歩近づいたじゃない。